戦いのゴングは鳴らされましたわ。あら、怖い怖い。貫いてあげる。星の輝きを今ここに。ええ、任せなさい。切り刻むわ。光よ。楽しみましょう。見切れるか。やります。ええ、任せなさい。ぶっ飛ばしますわよ。切り刻むわ。ふん、やればいいんでしょ。ええ、任せなさい。トランプ。こうかしら。そうしますの？ぶっ飛ばしますわよ。そうし、ぶっ飛ばしますわよ。痛くですか？ひどくですか？ええ、こうかしら。痛くですか？ひどくですか？やります。やればいいんでしょ？はぁ！アンドゥ！仕方ありません。ぶっ飛ばしますわよ。やればいいんでしょ。はあ！光よ。
しみましょう。あら、怖い怖い。貫いてあげる。ふん、切り刻むわ。痛くですか？ひどくですか？トランプ！おあいにく様！宝石の声を聞けばよいのでしょ。やります。ふん、やればいいんでしょ。はぁ、トランプ見切れるかな。天秤に集え、きらめき。やればいいんでしょ。ええ、任せなさい。ふん、切り刻むわ。光よ。トランプ。アンドゥ。うん。ぶっ飛ばしますわよ。痛くですか？ひどくですか？やります。え？はぁ！切り刻むわ。ええ、任せなさい。トランプ見切れるかしら。戦闘終了。
おやややん、本日は随分とお気持ちが高ぶっていらっしゃるのですね、マスター。存じておりますよ。バレンタインデーという贈り物の習慣があるのですね。素晴らしいですね、天才的な思いつき方。対象は食品ですから、貯蓄されずに消費されますし、毎年ラインナップも変わって新鮮さが演出できます。マスターの故郷の日本国だけでも1000億円を超える莫大な経済効果が。はい、バレンタインの効果はそれだけじゃない？なるほどなるほど、確かにその通りです。私としたことが。
贈り物は気持ちが大切ですものね。そうですね。マスターが私の謎々に正しく答えてくださったら、もしかして今日だけの特別なご褒美があるかもしれません。ですが、私贈り物には少しうるさいですし、手加減はいたしませんよ。いいお返事です。では参ります。マスター、あなたは砂漠を歩いています。さあどこでしょう。とにかくどこかの砂漠にいらっしゃり、そこへタラスクが現れます。ご存知ですね、タラスク。その理由は何でも構いません。マスターはそのタラスクをひっくり返します。タラスクは足と尻尾を激しくバタつかせますが、全く起き上がれません。ですが、マスターは彼を助けません。なぜマスターはタラスクを助けないのです？どうぞ。それは？ええ、特別によろしいですよ。それでは、お答えは？いえ、受けてません。断じて、壺に入ったわけではないです。不正解です。と時間切れです。マスターにはこちら、残念賞です。はい、どうぞ。ハッピーハッピーバレンタイン。こちらはですね、そのでは、昨夜慌てて駆け込んだ購買部さんが頑として値段交渉を受け付けてくれなかったとかではなく、それでも時間いっぱい最小の投資で最大のリターンを狙ってみたものの、思った以上に微妙な成果に途方に暮れたとかでもなく、本当ですか？3個セットじゃなくてもご満足ですか？もふられては、そこは超敏感なので、バリトー。はい、その通りです。それが真の正解です。
ごめんなさい。ちょっとかっこいいところをお見せしたくて。わかりました。ああ、腰が抜けてしまいそうです。